作ろうと思ってるんですけど、なんて文字がいいですか？なんでも嬉しいです。なんて文字？みつきかみちかってこと？漢字かひらがなかとか。おはよう。難しいですよね、作るときって。今日はぐっすり眠れました。3日連続起きたから、夢の途中で。ありがとうございます。なんかね、普段つぶやかないような方もちゃまのお誕生日のツイートしてくださっててびっくりしました。あげた新規です。ありがとうございます。なんかさ、昨日のさ、このお弁当の構想のやつの YouTube 上がったんですけど、コメント見たらなんか STU は知らないけどこの人うまいって書いていただいて嬉しかった。そこからね、知ってくださったらもっと嬉しいんですけど、ちょっとうまかったってあの声優の才能があるかもしれん甘い。ハリーさん、ハリーの道楽さん、誕生日おめでとうございます。おめでとう。はよん。アフレコ向き、そうかな。もっと声のお仕事したいなって思いました。でもね、STU 声のお仕事したい、みゆみゆもしたいしさ、いっぱいいるから難しい。ありがとうガラシ。ウェイ。広島弁の癖が強いね。あんなん言わん。なんでね。でしょうがいねって言ったんです。はよ。はよ。ナレーションとかしてみたい。ホイジャーゲット。ね。
まあそんなし始まったら関係ないっけ。アドリブ入ってない。ね、でも嬉しかったです。褒めていただけた。またラジオも楽しみ。はいよ。どんな役したい？え、ブリブリ。はや、前髪完璧かわいい。いえ。花ソーセージになりたかった。お弁当の中身の広島っぽいじゃないですか。水曜日なんですけど、各週毎週そう、お相撲が入るとなくなったりするんです。おにぎり食べてます。あげたくんの今村美月の声、本当楽しかった。本当になんかナレーションとかああいうアフレコとかレコーディングとかで結構自分の声をすごく耳元で聞くというか、あのいいヘッドホンするからダイレクトに入ってくるんです。でも、あげたくんの時もいいヘッドホンした。だよ。もうなんかね、ヘッドホンだとしかも包まれるから、なんか分かるじゃないですか。より自分の声が。で、おーってなる。そういうのが好きなんですよね。公園とかもガンガンマイク返し入っててほしい。なんか自分の声が聞きたいんですよね。Thank you.
ンつけると耳の中に自分の声で包まれる。うん、声から気になった人がね、なんか STU のクイズもしていただいたし、ありがたいですよね。いただきました。ごちそうさまで。元気も安らぎも本当。お父さんにっぽい顔立ち。そう、お父さんにです。特に鼻。カコンカコン。モノマネ上手だし、いろんな声出せそう。今から声優になるにはどうしたらいいんですかね。ちょっと体験しただけで安直すぎね。成長なさいな。昨日の昼前の湯楽しかった。楽しかった。まつげ長い。本当嬉しい。ナレーションね、やりな。死にかけのおじゃ死にかけのおじゃられて、そんなシーンあるかな。司会申し込みました。めちゃ久しぶりです。お、ありがとうございます。いえ、うん、葵さんのツイートにリプしたらガンガンかい。いい、ガンガン。お、あのパーカー迷ってるんですよね。まだ何のサイズにしようか。女の子はお父さん、男の子はお母さんに似るって言うまで言いますよね。うん、でも自分もどちらかといえば男装したら映える顔だと自分で思ってるから、私から男の子が生まれたらイケメンが生まれるんじゃないかなって思ってます。チンチチンチチン。そうそう、男装したことないんですよ。したい。マッシュかぶってやってみたい。うん、うちの子供男の子でも女の子でも可愛げになりそう。本当？
セスじゃないプリンスになったやつ。ぐーん、矢野さんは卵巣に入らん。あれは髪結んだだけやけんね。ちゃんとあのちゃんとしてみたい。モテそうね、男の方になって男性になってモテてみたかった。仕事行ってきます。いってらっしゃい。よし、じゃあ私はこれを飲むぜ。乳酸菌粉のねやつね持ってきました。龍角さん、あのダイレクトじゃない粉のやつ。ミシュのデザインの4周年記念のバンド、なんだっけ、あの青いやつ。僕らはここからがすごいぞか。ありがとう。これはおきちゃんかな。おきちゃんが誕生日にくれた気がする。これはそう、どんな体勢、椅子に座ってますよ。こぼさず飲めました。まあその量だからちょうどいい。でもさ、めっちゃ欲しくなるときないですか。わ、めっちゃ乳酸菌取りたいみたいな、そういうときはピルクルのあの紙パックみたいなやつ飲む。美味しいね、味が。フェアリングじゃない、なんかローリーズファームだったかな、なんか詰め合わせみたいな、指輪詰め合わせみたいなやつあるじゃないですか。
8本入ってるみたいな感じのやつをくれました。リッター、そうです。それでは皆さん、今日も体調に気をつけて頑張ってください。壇上をお読みします。13位瀬戸内のミニマロンさん、12位ヒョウさん、11位ソリオさん、10位アモズさん、9位空白さん、8位キョンシーさん、7位デブニアンさん、6位長谷川さん、5位マモルンさん、4位坪井ゆうすけさん、3位セリアさん、2位せやかてバランさん、そして1位はルルルルンジャンランディさんでした。ありがとうございます。そして今日のロッキーナンバー22位はルルルルンジャンコモチンさんでした。 Thank you Thanks you。 それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、ヘイリヘイリオー、またね、ありがとう、バイバーイ、ありがとうございました。